脳科学若手の会の代表を務めております長野と申します。よろしくお願いします。本日は本当にお天気も良い中、すごい僕は外に出てピクニックをしたいなという天気なんですが、皆さん非常にたくさんの方にお集まりいただきありがとうございます。僕の方も、まず簡単に脳科学若手の会の紹介をさせていただきたいんですが、脳科学若手の会は設立趣旨としては神経科学の実験系の研究をしている人だったり、理論系の研究をしている人だったり、あとは心理学とか認知科学とか、その脳っていうところに関わっている研究者であったり学生、大学院生が交流する場として設立されました。で、実はこの会は設立してから今年で9年目ぐらいになりまして、ゼノアーキテクチャ若手の会とは違って比較的長い会になります。一方で、参加者ですとメーリングリストを基準に、情報を発信してるんですが、実はメーリングリストに登録している人の数が全農アーキテクチャよりはるかに少なく、あっという間に抜かれるという感じで、ちょっと悲しいのでぜひご登録いただければ幸いです。で、今日の会なんですけれども、大沢君にこういう知能について考える会をやろうよということで声をかけていただいて、非常にいい機会だなと思って、面白いなと思って、脳科学若手の会としても参加させていただくっていう感じになりました。この場を借りて、お誘いいただいた方々ありがとうございます。で、個人的な話なんですが、先ほど大沢君が結構言っていたように、個人的な思いとしては比較的、例えば人工知能であったり機械学習を研究している人ですとか、神経科学をやっている人とか認知科学をやっている人っていうのは、それぞれ結構多分モチベーションが違っていて、目指すゴールが結構違うと思うんですね。で、そうなるとさっきの例みたいに飲み会で喧嘩になるみたいなことがまあまああると。で、個人的には僕は結構飲み会というのが重要だと、飲み会というか交流っていうのは重要だと思っていて、目指すところは違っても、最初から友達だったらあんまり喧嘩しないと思うんですね。で、なのでそういう意味でこの交流会っていうのは僕にとっては非常にいい機会だなと思って、まず仲良くなるということで、いい会になればなと思っています。で、実は脳科学若手の会の裏の設立趣旨はアカデミックな交流ではなく飲み会がしたいという、設立趣旨で始まっているので、ぜひ交流できたらなと思います。